チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤真理奈です。いろいろなニュースから、私の気になったことを、ピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、韓国またまた大騒ぎ、ラムザイヤー論文の撤回要求を学術誌が完全拒否、についてです。最近ママと一緒にクラフトコーラにハマっています。ご当地など、変わったものを見つけるとついつい買ってしまうマリナです。いいぞ。出版社エルゼビア、ラムザイヤー教授の論文を認めてくれて、旧日本軍慰安婦被害者を自発的なバイピーフだとしたラムザイヤー米ハーバード大学教授の論文を、達観した学術誌が、韓国の学会による論文撤回の要求を拒否しました。本当のこと言って、何が悪い？真実を歪曲するのは、そちらの方だ。米教授の、慰安婦はバイピーフ論文、学術誌が撤回要請を拒否、韓国ネット激怒。レコードチャイナから。2023年1月20日、韓国 JTBC は、旧日本軍従軍慰安婦。被害者を、自発的なバイピーフ、だとしたマーク・ラムザイヤー米ハーバード大学教授の論文を、達観した学術誌が、学会による論文撤回の要求を拒否した、と伝えた。記事によると、学術誌、インターナショナル、レビュー、オブ、ロー、アンド、エコノミクス、IRLE、の出版社、エルゼビアは、同社ホームページにラムザイヤー教授の論文、太平洋戦争の性契約、についての論評を掲載したが、論文の撤回は行わないと明らかにした。IRLE は、旧日本軍の慰安婦募集を、正当化する内容の同論文に対する学会の批判について、6人の歴史学者に再検討を要請、4人が検討を行い、ラムザイヤー教授の各種資料解釈に問題があり、歴史学会が合意している、既存の内容を覆すだけの証拠もない、と問題点を指摘した。しかし、エルゼビアの規定上、統計の捏造など、非倫理的行為が確認された場合は、論文を撤回できるが、ラムザイヤー教授は規定に違反していないため、IRLE としては、論文撤回は不可能、との立場だという。ただ IRLE は、ラムザイヤー教授の論文について、出版社が特定の論文の信頼性に問題があること、読者に伝えるための措置である、エクスプレッション、オブ、コンサーン、懸念の表明、を2年前から維持している。また、イスラエル、ヘブライ大学のエヤル・ウィンター教授の、ラムザイヤー教授に対する反論も掲載する予定だという。この記事に、韓国のネットユーザーからは、歪曲した事実を真実であるかのように、同質した研究なのに、撤回ができないだと。規定違反さえなければ、根拠もない、嘘の情報を掲載していいとでも、最悪の経験をした人たちを、また傷つけようというのか。金をもらって歪曲した論文を発表するなどと、ハーバード大の教授ともあろう人物が、恥ずかしくないのか。そんなことをしていたら、天罰が下るぞ。日本が侵略などしなければ起きなかった出来事だ。自発的なバイピーだったとしても、日本の侵略を問題視すべきじゃないか。強制でも自発的でも原因は日本なのだから、など、ラムザイヤー教授への批判の声が殺到している。また、大統領が変わっただけなのに、大韓民国の核が奈落に落ちた。愚かな大統領のせいで、国が崩壊していっている。ユン・ソンニョル大統領は、そのうちこの歪曲教授を政治諮問委員に、起用するんじゃないか。親日派が政権を握っているのだから、今も日程占領期と変わらない。第二の降伏が必要だ、など。ユン・ソンニョル大統領批判のコメントも多く上がっている。この記事に関しての日本のコメントです。日本統治を経験した人の証言は信じないで、統治時代を知らない反日活動家の言葉だけを信じ込む。証拠があってもそれは隠して、事実を歪曲として嘘を吹き込む。韓国はもう後戻りできないほど、ファンタジーの歴史で染まってしまった。反日に酔いしれて、沈んでいくしかない。日本は二度と韓国に関わらないようにするしかない。嘘がバレたか。国民に申し訳ない、うふふ。また新しい嘘を考えよう。誇りに思います。ゲホゲホ。
事実と分かっていても、都合が悪ければ捏造だと激高するした T-MinP。そもそも行き通る前に、量産型整形 T ども、海外に出稼ぎに出すなよと。歴史を本当の事実を修正するのは、構いませんが、歴史を整形するのはいけません。でも整形はお手の物ですよね。歴史まで整形してはいけません。ラムザイヤー教授が真実の歴史を言って頑張ってくれてるのに、日本政府はもっと応援してくれよ。歪曲しているのはどっちだ。いちいち、腹立つ。慰安婦問題は金儲けの道具だったってことはユン・ミヒャンが証明したじゃないか。日本軍慰安婦も、朝鮮戦 P における米軍慰安婦、韓国軍慰安婦もベトナム戦 P における、韓国軍慰安婦も日本占領軍慰安婦、RAA、もバイピーフによる小行為であったことに違いはない。しかしベトナム戦 P における韓国軍の大量虐殺や、婦女子に対する性暴行、雷大犯は戦争犯罪。当然だろ。悔しければ証拠に基づく反対論文を出せばいいだけ。韓国 P は何かにつけて、証拠もないのに声高に叫んで自分の主張を通そうとするが、国際社会では、そんなローカルルールは認められない。予想通り思い通りにならないと、ヒステリー起こしますね。お前らの都合で世界が動いてないと。いつになったら気づくのか？韓国の若造、キーセンとか、コンニョの歴史を勉強したのか？お前たちの国は、大昔から身分差別と、バイティ、ヌヒ、の、女性、にほぼ限る、で、成り立っているのだよ。この現代において、白昼堂々とバイティーフが、バイティーを正式な職業として認めろ。と、公の場でデモをするのは、世界広しといえども韓国だけ。己を知れ韓国 P。最後のコメント、強烈でしたよね。でもそれ事実だから、しょうがないよね。真実は辛いよ。皆さんが、最後に気持ち良くなっていただくために、日本の反論コメントを掲載しました。マリナが思ってること言ってくれて、ありがとう。まだまだ言い足りないことがあったら、コメントに書いてね。ただし、消されないような内容でね。てへっ。お兄ちゃんが仕事で地方に行くと、ご当地のクラフトコーラをお土産にくれます。味が様々すぎて、面白すぎ、楽しい。それでも、ドクター・ペッターがやっぱり好きなマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。